目の前にね小島湾があるんですけど、大きなね橋があります。小島湾大橋っていう橋があって、こっからね玉野とか行く時はまあこの道、この橋を使って渡るというね橋なんですけど、昼間行くとね結構景色のいい眺めというかね、橋の真ん中に行くと綺麗な絶景というか、岡山のね町と、湾が見えると、小島湾ですね。まあ、今日はねそういう中で夜行こうかなと思います。時刻はね深夜2時でございます。おそらくこういう真夜中にね通る人ほとんどいないんじゃないかなと思います。まあ、この先ずっと行ってもねだいぶね民家までは遠いので、どうなんだろうな。まあ、ウォーキングスポット的にはすごいいいかな。橋の工事をしてて人がいましたね。ああすごいね、気持ちいい風が吹いてます。
です。さっきよりね強い風がちょうどねまだ真ん中でないかな。あ、でももうほぼ真ん中に近い位置です。よし、まあ、こんな感じです。嫌な感じですねこれ。落ちたんかな。ほぼちょうどあの橋の真ん中の場所に来たんですけど、ここに来るとね、あの金網が、まあ、この理由はまああえて言わないですけど、そこに先ほどね花が手向けられていました。ちょうど本当真ん中ですね。まあ、昼間来たら本当にあの見晴らしのいい場所だと思うんですけど、夜来るとまた違った感じです。なんかこの辺に来たら急になんかひんやりしますね。もう4分の3ですね。一応この下もね、まあ、南区、まだ南区なんですよね。多分あの山を越えると玉野市だったかな。
てここまで10分です。でこの右、あ、左か、左側は貝殻山で、麓はね、B29 が、びっくりした、 B29 がね、墜落した現場なんですよね。結構この辺では結構高い山なんで、飛行機がここにぶつかって墜落したということです。よし、ここまでが小島湾大橋です。で、なんかこの先にすぐそこです、左手にもなんか建物あるんですけど、なんか昔ね、あのドライブインだったと思うんですけど、今はなんか違う施設になってるみたいです。昭和58年3月、小島湾大橋。この下の道通じてですね、下のところに降りることができるということですね。あんま使われてないですね、ここ。ドライブインですね、あれは。というわけで今日こんな感じでございました。昼間ね、行ってもいいかなと思ったんですけど、あえてちょっと夜行ってみようかなと思ってやってきました。結構ね、風が吹いて、今日は夏の8月、9日なんですけど、心地よい風が吹いてますという感じで、ちょっと戻って、これから戻ろうかなと。ご視聴ありがとうございました。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。